飛鳥先生、子どもの頃からの不安です。おや、もう40代ですか。僕の年齢29歳を超えましたね。先生、質問です。はい。源義経とジンギスカンは同一人物との説がありますが、飛鳥先生の見解、飛鳥先生の意見を教えてください。うん、義経公は何か使命を帯びて衣川の演出をして北行したのでしょうか。うん、まあ、これもあくまでロマンサイエンスという意味で語らせていただきます。はい、この説には結構状況証拠がたくさんあるんですね。うん、まあ、一つは鞍馬で修行しているということは、うん、天狗、まあ、大天狗イコール大ガラスイコール八田ガラスですから、八田、うん、ガラスによって訓練を受けている、うん、はい、ということになります。はい、そういう人間が簡単に死ぬだろうか、うん、ということも、まあ、もちろん人間ですからね、さあ何かでぽっくりってことあるでしょう。で、同じようなことを言うと熊野も含めて紀伊含めて伊賀甲賀、あのあたりも実は忍者忍びというのは実はその総元締めはカラスなんですね。あの一帯はカラスの領地です。はい、京都から熊野一帯、あそこを逃げたのが徳川家康ですから、うん、服部半蔵、ただの服部とは思わない。なぜ服部というふうに言うの、字はいろいろあるだろうけど、はい、うん、まあまあちょっとそれは置いておきます。はい、だからあれは今の歴史学者たちが唱えるよりももっと複雑なものが入ってる。はい、入っちゃうから、ああ、ガン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 、ね、ガッと今回のテーマと、ね、質問と変わりますからね。はい、で実際義経が平泉を後にして逃げていくところには義経関連の、まあ、伝承伝説がいっぱい残ってきて地名にまで残ってる。で最終的には、まあ、大陸に渡ってジンギスハンになったと、うんうん、ね、で要はお兄ちゃんの頼朝に要はいじめられたわけでしょ。はい、頼朝が作った幕府は鎌倉幕府です。はい、遺恨を晴らすためにその末 の、 一族のフビライ藩が復讐にやってきた、それは原稿、うん、ほという解釈も成り立つんだよ。